こんにちは。はじめまして。はじめまして。僕たちは今、サイバーエージェントのオフィスに来ています。ありがとうございます。参考になりました。ズーという会社に来ました。面接の指導をしていただくということで、よろしくお願いします。お願いします。1週間の何ですか、就活合宿が終わったんですけど、合宿と言ったらなんだけど、もう部活だったよね。この放送は地方学生の挑戦を応援する上活の提供でお送りいたします。お久しぶりです。元気でした？元気です。ああ、よかった。どうもしゅんです。こんにちは。みすみすさん、お久しぶりです。めっちゃぶりです。今日はですね、上京就活物語最終話ということで、みすさんの結果発表をお聞きできたらなっていうふうに思っております。本当はですね、結果発表の瞬間とかを一緒に見れたらなとは思ってたんですけども、コロナがありまして、リスケにリスケが重なって動画が撮れなかったので、もう結果は知ってるんですよね。で、僕は知らないんですよ。この場でですね、みすさんに就活の結果をお聞きできたらなっていうふうに思っております。まずですね、どうでしたか、就活振り返って。ありきたりではあるんですけど、もちろん大変でした。でもそれ以上にやっぱりいい経験になったかなとは思います。上京して実際に就活したと思うんですけど、はい、感想とかってありますか？一番感じたのは情報の格差があるなっていうことでした。どういうところで感じた？私の大学からだと東京に就職する人がそんなに多くはないっていうのと、でも逆にインターンとかで会う東京の大学の人たちは先輩とのつながりが多くて、その先輩ももちろん東京の会社に就職しているので、自分が入りたいと思った企業の情報が直接社員の人からプライベートな関係で入ってくるところが地方学生とは違うなと思いました。確かにね。まあ、でも、そこで腐るんじゃなくて、実際私そこで東京の大学の人と仲良くなって、知り合いの先輩が聞こえるから教えてくれるように頼んでみるって言ってくれて、結構情報もくれたりしたので、自分次第かなとは。確かにね、地方だからといって、もう終わりってわけではなくて、自分の主体的な行動次第で変わっていくっていうことを実感したってことだよね。そうですね、やりやすさ、やりにくさっていうのは違ってくると思うんですけど、まあそこはカバーできる格差かなと思いました。そうよね。みすずさん、内定が決まったかどうかお聞きしてもよろしいですか？はい、ズロン、内定はいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。どこ行くんですか？あ、そうなんだ。はい、知ってますか？うん、え、すごいね。もともと行きたい企業だったんですよ。そうですね。第一志望群が3つぐらいあったんですけど、その中の1つっていう感じです。ここで何をする予定なんですか？主に営業部に配属する予定です。あ、そうなんだね。はい、広告代理店だよね。はい、入社しようと思った決め手は何ですか？2つあるんですけど、自分の大切にしてる要素を箇条書きにして、その会社がどのくらい満たしてるかっていうのを点数化したんですね。で、一番高かったっていうのと、でもそれでもやっぱイメージとかで他の会社の方がいいんじゃないかっていうような揺らぎがあったので、それを素直に内定先の企業の人事の方に相談したんですね。そしたらその人事の方が色眼鏡を通さないで、もう一個人として一つ一つ会社のいいところを見られて
点とかを教えてくださって親身になってくださったのが初めてでした。入社してからもきっと君に自分のことを大切にしてくれる会社なんだなと思って決めました。決め手となった大切にしてることと合ってたって言ってたと思うんですけど、はい、その大切にしてたことって何ですか？社風と会社で働く人っていうのと、あと給料、生々しい話で、ね、申し訳ないですけど、もちろんまだ入社してないので、完全に分かったとは思ってはいないんですけど、面接だったり OB 訪問を通していく中で嫌な人が一人もいなかったんですね。まあ、あった中でどう感じたの？客観的に好きっていうのもあったんですけど、この社員さんもちょっと似てるなって感じるところがあって、ここが多分好きだったんですね。じゃあ美鈴さん、今後どうしていきたいとかありますか？入社後は社会人として真面目の一歩じゃないですか。来年がまだまだ分からないことだらけで、新しい世界に出込んでいくので、まずは基本を忠実に愚直に頑張りたいなと思ってます。私もその中でも私の個性をいいって言って内定を出してくれた会社なので、自分の個性を見失わずに自分らしく前向きに頑張っていきたいなと思ってます。当たり障りのないコメントだな。今の就活してる地方学生にメッセージとかってありますか？こんなご時世でコロナとか大変だとは思うんですけど、でも逆に Zoom の面接が増えて、東京の人とあんまり格差がなくなってきたと思うんですよね。なので今がチャンスかなと逆に思います。地方学生の身としては地方の人にも頑張ってほしいなって思います。じゃあみすずさん、ありがとうございました。いろいろとこちらこそありがとうございました。じゃあお見送りします。ありがとうございます。東京駅すごいよね。よくテレビで見るところ、ね、じゃあ僕はここで失礼します。じゃあしゅうさんも気をつけて。はい、ありがとうね。本当にまた東京来たら言ってください。はい。1年間の上京就活を終え、無事内定を獲得したみすずさん。就活を通じて得たものは、長い人生の大きな糧になるでしょう。この経験を生かし、さらなる高みへ羽ばたけるよう応援しています。1年間、本当にお疲れ様でした。